もやもや探検。もやもや探検コーチ養成スクールのゆかりさんにお話を聞きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずゆかりさんがもやもや探検コーチ養成スクールに参加しようと思った理由を教えてください。はい、私はもうずっと何にもやもやしてるのかもわからなくて、でもこうもやもやしてて常にこう心配で不安な状態だったんですけれども、その状態をこうなんとかしようと思って、それで参加しました。ちょっともうこのままだと病気になってしまうと思って、それでこの状態から抜け出すために参加を決意しました。はい、ありがとうございます。じゃあ、スクールに参加する前のゆかりさんの心の状態というのは具体的に言うと、まあ、どういう感じだったかぜひ教えてください。はい、なんかもう毎日が楽しくなくて同じことの繰り返しで、もう自分が何をやりたいのかもよく分からなくて、でもう常に本当にモヤモヤしている状態だけど、もうなんでモヤモヤしてるのかなっていうのもわからない状態だったので、もうすごくこううつうつとした状態でした。で周りの人のその SNS とかを見て、あ、なんでなんかこの人たちは楽しそうなんだろうなとかちょっと思ったり、あ、自分とは違うなって思ったりとかしちゃってました。なるほど、わかりました。じゃあ、もやもや探検コーチ養成スクールに参加して、はい、ゆかりさんの心の状態っていうのはどういうふうに変化しましたか？はい、まず自分が何にもやもやしているのかがちゃんと分かるようになりました。あとはその自分で、自分のことをご機嫌にする方法も分かったので、周りの出来事にこう左右されにくくなりました。周りの人の態度とか言葉とかにこう傷つきにくくなったりとか、あとは自分の意見をちゃんと周りに伝えられるようになったのかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあもやもや探検コーチ養成スクールに入って、まあ、一番嬉しかったことは何ですか？はい、養成スクールでコーチの方に一緒にこうモヤモヤを聞いてもらう中で、すごいこう一人だと気づけないことが結構あったんですけど、それをこう一緒に聞いてもらうことで、あ、今までこんな風に思ってたんだなっていうことを分かったりとかして、はい、すごくこう親身に聞いてもらえたので良かったなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあもしゆかりさんがもやもや探検に出会ってなかったとしたら、今頃どんな状態を想像できますか？そうですね、もう本当に何でもやもやしているのかも分からなくて、でもうずっとこのまま年を取っていくのかなっていう、なんかこう虚しい毎日過ごしてたのかなって思うとちょっと怖いなと思います。うん、はい、ありがとうございます。じゃあ、もやもや探検のもやもや探検コーチ養成スクールが気になるけどもやもやってしてる人にぜひおすすめの言葉をお願いします。はい、入りたいけどなんかモヤモヤして入れないっていう悩みとかもあると思うんですけど、でもやりたいって思うんだったらやる方がいいのかなって、こうやらない後悔よりもやった違うなやっちゃった後悔よりもやらなかったことの後悔の方がすごい後々後悔するっていう風に聞いてるので、やっぱり本当にそうかなと思って、どっちにしてももし後悔するならやってみて後悔する方がいいと思うし、それに入ったら多分
後悔しないと思いますので、ぜひ、はい、やってみてほしい、気になるならやってみてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。では最後にゆかりさんのこれからの夢を教えてください。はい、私は平成ジャンプのが好きなので、その平成ジャンプのコンサートの全国制覇をしたいなと思っています。はい、北海道から九州まで、はい、はい、ぜひ叶えてください。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。なぜ心理学を学ばなくても、モヤモヤに隠れた宝を見つけるだけで会社に縛られずに 100% 人生を遊び尽くせるのか、時間と人と場所に縛られない秘密、3ステップ今だけ限定無料公開中です。下の概要欄の URL からメルマガ登録をして、ぜひプレゼントを受け取ってください。では今日も見ていただきありがとうございました。もやもや探検家ルンでした。